ラックホールの撮影に成功して、ね、ブラックホールがあることが証明されたなんていう話題の時に、アインシュタインの一般相対性理論がようやく証明されたとかいうふうに聞きましたけども、詳しいことは一切わかりませんが、そんな天才物理学者アインシュタインといえばやはりこの舌を出している顔写真じゃないかと思うんですけども、テレビとかでもね、紹介するときはほとんどその写真が使われると思うんですけれども、でその写真からのイメージでね、アインシュタインってめっちゃお茶目な人やったんかなって思ってたりしません？僕もそう思ってたんですよ。なんかね、天才でありながら人懐っこくて、まあそのアインシュタインをモデルにしているとされる、ドクですか、バックトゥザフューチャーの博士のような、なんかちょっと堅物やけどユニークな人なんかなと思っていたらですね、写真のイメージってやっぱ強いなというか、実はアインシュタインってほとんどおちょけたりこう笑わない人やったらしいですね。あれ、72歳やったかなの誕生日になんかパーティーがあって、その帰りに新聞記者がアインシュタインさん笑ってくださいとかいう撮影を求めたんやけども、ちょっとニコッと仕掛けたんかな、なんかそれをテレ隠しかなんかで使えないようにするためにってこう舌を出したその瞬間を収めたという写真らしくて、本来は横にね、ご夫婦、ご老人とご老人の夫婦が男女座ってたりする車の中みたいなんですけども、でその写真があの新聞写真歌賞のグランプリを受賞して、それを見たアインシュタインがえらくその写真を気に入って焼き増ししてくれないかということで、あの何枚もね焼き増しをして、いろいろなんかアインシュタインもみんなに配ったなんていうことで、そこからあの写真がまあ肖像として使われるようになって、今日までもう半世紀以上ですか、アインシュタインといえばなイメージになってるということで、いや、あの写真の持つイメージってでかいなっていうか、特に偉人たちはね、後世に伝わる肖像が写真によってね、印象だいぶ変わるなぁなんていうことを思ったりしました。まあ僕もというか、家をまだあれですけど、やっぱ写真撮る時とかもいろいろ考えなあかんなぁなんて思いました。そうこうでした。さよなら。バイバイ。